今日は21年の7月22日です、はい、で今日はね群馬県太田市のホテルにコスプレして泊まります。はい、はい、そうです。まあそういう群馬県すごい近いところなんですけど、近いんね自分のアパートからも、ね、近いところなんですよ。そう近いんだよね。そう近いんですよ。だから今回の旅行のメインは、うん、あのライブ配信だね。そうだね、ライブ配信、はい、あの YouTube のそう、うん、ということで、まあ、張り切って、はい、行きましょう。えいえい、おお。ここが今日泊まるホテルです。ホテル伏瀬島というホテルで、はい、ここもね、あのなんか、ブログでなんかコスプレ旅館というふうに紹介はされてるところです。そうです。ちょっとかなり古い建て屋なんだけど、中ね、うん、結構豪華で。そう、豪華だね。良、うん、かったです。良、うん、かったです。はい。じゃあ、中入りましょう。入りましょう。試験終わってるんで。はい。で、ここがね、今晩泊まる部屋です。はい。和室。うん。まあ、いいと思う。うん。で、今日夜ね、そこで飲みながら、うん、YouTube ライブを。うん、やります。はい、その予定です。予定です。はい、で一応ね、こういうね、コイン買ったんですよ。こういうね、はいはい、これ HDMI をこうつけて、それで、はいはい、こっちスマホつけて、うん、それでこのね、大きい画面で、うんうんうん、まああのねまあ分かんないけどね、コメント来るか分かんないけどね、うん、コメント来たら、はい、それ見てコメントらしくっていう、はい、あのいつもね、ありがとうございますっていうふうにばっかなんで、はい、たまにはなんかこう質問だとか、うん、そういったね、うちのね、まあ、質問ね、ここにこう返していきたいなと思ってます。来たらね。そう、来たらね。はい、ぜひね、お願いします。はい。はい、あ、ちょっと、こっちに取るか。あ、ここいいね。ちょっと、あ、これいい。ちょっと、ですね。一応、こんな感じ。はい。で、こっちトイレだね。うん、そうだね、トイレ。で、こっちが、黒。黒なの。うん。あ、ついてる、ね、そういうの。教えてないんだね。あう、うん、こんな感じです。入って、ここがね、部屋からの風景です。はい、一応ね、太田市ね。うん、太田市、群馬県。群馬県です、はい。かなり平野になってて、うんうんうん、ずっとね。で、こっちの反対側がね、山になってるんですよ、ね。そう。山だね。かなり景色がいいんですよ。景色がいいところでお酒が飲めるっていう。うん、そうね。はい。多分夜になったら、多分ね、夜景が結構少し綺麗だから。かもね、うん。はい、こんな感じですな。あ、ちなみにここ5階ね。うん、5階。5階です、うん。はい。ということでね、着替えました。着替えました。5等分の羽根ですね。はい。一番いいかなって、まあ、うん、自分ね、あの、5キャラやったんだけど、うんうんうん、まあ、5キャラ中ね、まあ、3キャラぐらいしか出せないんですよ、夏場はね。うん、あと2キャラはね、もうほとんど厚着になっちゃうんで。そうね。でも、まあ、一番いいのは、まあ、ね、自分1かしかないんですよ。そうね。まあ、1着でもいいんだけど、うん、1回よりに1買ったのがね、いいかなと思って。そうね、なんか、うん、そう、で、なおさんね、ユーツバで予定通り、そうね、ユーツバにしました、はい、はい、じゃあ一応まあこんな感じで写真撮影でも、うん、しようかね、はい、写真撮影します。ということでね、うん、こっち側にアルファ6600置いて、で、こっち今 GoPro ね、はい、で、まあ最近あんまやってなかったんだけど、うん、まあ写真撮影やってるところをちょっと、うん、もう撮ります。はい、撮ります。はい、じゃあまず2人からね、うん、じゃあ2人でね、はい、3、2、1、はい、ということでね、写真撮影しました、はい、一応ソロのとね、2人撮ってはい、ね、出します出します。はい、で、今写真撮影終わったんで、今度ショート動画撮ります、うん、はい、はい、ということでね、一応、うん、あのショート動画の方で撮り終わりました、はい、で、もう晩酌です。晩酌だね。本当にいつもの恒例のコスプレしながらお酒を飲むっていう、はい、そうね、そう、その途中に、まあ、YouTube ライブをやろうかなっていう感じです。で、一応あのさっきちょっと言い忘れましたが、もうお風呂とかね、さっき温泉行ってきてね、うん、かなりさっぱりした状態でやってます。はい、はい、っていうことで、うん、じゃあ晩酌しますか。はい、晩酌晩酌です。はい、はい、じゃあ、はい、まあ、一応まあね、ふわふわ気分ね、うん、一応これで5周年なんです。そう、5周年だね、うん、アクセス多いからねまあね、まあ一応まあ5年間やったってことでね、はい、うん、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあね、一応2人でやれてるからね、2人でやれてるからなんとか
できるんですよ。これ準備してるだけだったら、交際してるだけだったら多分無理だと思います。まあね、微力だけど、はい、はい、じゃあ、じゃあ、はい、お疲れ様です。はい、コスプレ食事会は一応これを使った方がいいです。うん、まあ、別にこれに、ね、洗えるからいいんだけど、まあね、でね、今日はね、いっぱい すごい酒いっぱいあるんですよ。うん、これね、ボトル1本、そう、これ、はい、あるし、あとまだビールもね、うん、あと4本4本あるんで、そう、あと中入ってもね、そうだね、ウイスキーバーチャーどっちになります。うん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 、うん、まあ、やってもらったりして、ね、やってもらったりして、ほら、あの、ね、動画つか、タコスとかやってもらってるんで、まあ、まあね、ウイスキーの1本ぐらいは、はい、ありがとうございます。まあ、自分もね、楽しんでやってるから、うん、あー、出ちゃったよ。うん、じゃあ、お姉ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。5等分の飲んだくれで。しかもね、5等分の飲んだ。長女とさ、四女だけでさ、そこになんかね、アミューズメントパークがあってね。そう、三日月村っていうね。そう、じゃあまあ、行かないけどね、やらないから、ね、そう。明日行こうかと思ったと思ったんだけど、ただね、ここでね、着替えて行けるみたいなね、情報があったんだよね。そう、ブログで行こう。あったんだけど、ちょっと。なんか、ちょっとね、ブーンになっちゃったもん。酔った勢いでやるね。それがいい。酔った勢いでやろう。うん。本当だよ。まあだって、あれ持ってきちゃったじゃん。やろう。やるか。うん。とりあえずやろう。ちょっと一瞬用意冷ましてからやろう。うん。まあね、一回やってしまえばね、うん、多分大丈夫だよ、きっと。なんてことない。YouTube ライブで準備を してるんですよ。うん、してます。はい。こっち側に、こんな感じで。うん。こんな感じで、こっち側に、ね、はい、自分のスマホね、はい、それでそっち側に一応、まあ、映像が出るようにしています。はい、あ、大丈夫。そう、一応こんな感じね。はい、こんな感じ、ね、こんな感じで出るみたい、ね、そう、はい、初めてね、ちょっとね、やったんで、で、うん、これね、HDMI もね、これあの買ってね、初めて使ったんで、うん、はい、じゃあちょっといいや、そんな感じです。はい、まだしばらくね、これだけ完食してから、うん、ね、すごい緊張してるけど、本当になんかね、初めてだしね。うん、食べ終わったね。うん、3杯目ね。3杯目、はい、そう、うん、5% 良かったね、これ。 9% だから 9% はね、ちょっとここでちょっと言わせてください。はい、 9% のお酒はあのそのゼロだけのことを言ってるんだけど、うん、あれは飲んじゃダメですよ、本当に。飲んじゃダメ、9%。あれはね、本当ね、あれ飲んだら、多分仮に今ここに 9% のゼロがあるとします。はい、もう多分飲んだ瞬間に、あ、もう一回温泉行って寝ようかね。そうなるよ、本当に、ね。もう寝ようって。なっちゃうよ。そう、一応ね、この後ね、2キャラ目のコスプレも。そう、あるからさ。あるんで、ね。あるんですよ。多分ウイスキー飲んだら絶対目が覚める。いい感じに酔っ払う、うん、ウイスキーってそこがいいんだよ。うん、割りをしないところ。あ、でもなんかいいね、かなり飲んで、うん、飲んだね。で、最後ウイスキー、はい、ウイスキー、はい、こうやります。じゃあ、うん、あ、いや、まあ、これ飲んでください。ちょっと自分のおごりです。はい、ありがとうございます。こっちになります。まあ、うん、ハイボールって感じね。うんうんうん、YouTube 配信。YouTube 配信をちょっとやってみます。はい、ちょっと、じゃあやりますか。やりましょう。ょ、初めての、何、何、なんてダメにする？バッバ気分、初配信。配信。ライブ配信。うん、あ、うん、そうだ、夏ライブ配信。お、もういけた？うん。バッバ気分。はい。旅行先で初ライブ配信に行く。ちょっと待って。旅行先で初ライブ配信。うん、もう大丈夫だよ。食べる写真を撮ります。食べれる調子に。食べれる。大丈夫、大丈夫。待て、これ違うだろ、これあれだろ。あ、なんか微妙だ、もう一回ちょっといいか。もう一回やろう。難しいな、ちょっと待って。もう一回じゃあこれか。うん、あ、こう来ちゃって、横向きにしちゃって。あ、もういいや。もういいや。あ、配信中もうやってる、もうやってる、はい、もう、はい、一応今、配信、うん、始めました。来ないでなんか、ちょっとね、ほっとしてる、逆に。あ、一人来てる。あ、マジですか。一人来てる。はい、あ、一人、はい、一人見てるね。おお、いいにしてくれたね。あ、ありがとうございます。
いいですよ、なんかコメントしていただければ、はい、それに対して返信いたします、はいはい、いたします、はい、はい、うん、やる、うん、あ、なんか、あ、こんばんは、こんばんは、あ、こんばんは、ありがとうございます、はい、こんばんは、はい、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でね、こっち側にね、ちょっと画面がちっちゃいから、あ、ちょっとね、あの、HDMI で、あの、テレビにつないで出してます、うんうん、あ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、緊張します、うん、はい、ライブは緊張します、緊張します、はい。で前までね、あの、ツイキャスやってたんですよ。そうそう、ツイキャスで配信はやってたんだけど、うん、YouTube ライブの発表の配信は、うん、まあ、初めてなんですよ、うん、ね、まあ、普段ね、聞けないこととか、うん、なんかあれば、ね、聞きたいこととかあれば、あの、今、質問受付中です。あ、よく飲まれます、あ、ありがとうございます。そうですね、そうそう、お酒はよく飲む方ですね。酒はね、飲みます、はい、本当に。まあね、まあ、これ配信する前にもね、結構飲んで、ね、飲んで一回ちょっとね、落ち着いてね。そうね、そう、うん、やってます。いやね、本当初めてやってみたけどね、うん、まあ、これで好評だったらね、今後も、うん、やってるのかな、あの、やります、やります、うん、はい、ちょっと紹介する動画とか、されてみてはいかがでしょうかって、愛車紹介、愛車紹介、あー、車、はい、車はあの、フィットですね、フィットのハイブリッドですね。で、あの、2014年モデル持ってます。うん、確かになんかちょっとディレイはある、ね、うん、これで見ると。あ、はい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 、じゃあ、多分布団でしょう。うん、どうする、引いてもらう、引いてもらおうか、うん、あ、じゃあお願いします。マジか。これはこれで面白いか。で、布団の引きが、うん、布団は布団で、あ、こんにちゃん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。コスプレです。コスプレやってる、はい、だからいっぱい人魚さんがあるんだ、はい、はい、かわいい、あ、はい、はい、ね、今ちょっと YouTube 配信やってるんですよ。あ、本当に山下っての、はい、いや、ちょっと、はい、大丈夫ですよ、はい、このテーブルをどうにかしたいんだけど、テーブルちょっと、はい、今あの、ちょっとあの、そうね、はい、布団の方をね、かわいい、ありがとうございます。ね、予想好きですか。あ、そう、好きです、はい、好きです、本当に、あの、はい、これで、イベントとか行ったり、似合うもんだって、はい、ありがとうございます、似合う、似合う、ちょっと待って、お知らせが届きました、ね、今日はね、布団で、ね、はい、うん、人に来られまして、大丈夫です、コスプレで寝られると嬉しいですよね。はい、そうですね、はい、嬉しいですね、本当に、はい、本当に嬉しい限りです、うん、はい、やっててよかったなって思います。中身はおっさんです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、今布団敷き終わりました、敷き終わりました、はい、あ、こんばんは、あ、こんばんは、はい、こんばんは、はい、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、まあ、初めての、まあ、はい、YouTube 配信をやりました、やりました、はい、本当ありがとう、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます、はい、まあ、今後も配信はやろうと思います、うん、旅行とか、まあ、今度機会があればその時にやりますんで、はい、やりますので、はい、またぜひご視聴、ね、ご視聴お願いします、はい、お願いします。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました、はい、あ、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、それじゃあまた、それじゃあまた、はい、じゃあ、じゃあまたね、はい、はい、2着目、2着目でした、ラブライブのコスプレ、そう、ラブライブ、はい、です。でさっきはね、あの、ライブ配信やってました、ね、うん、まあちょっとね、まあね、まあこれで、まあラブ配信はもうやらないよ、うん、やらないんで、やらないね、まあ、ちょっと、はい、あとまったりね、うん、まったりと、まったりして、はい、そう、まああと3次会だね、そうだね、バチャ、あ、2次会だね、2次会だね、あ、2次会、3次会はほら、着替えて、うん、あの、普通だけで、トイタと状態で、そう、やるんで、うん、でまあ2次会をやります、うん、やります、その前にショート動画、はい、撮ります、はい、はい、じゃああとはあの普通にあの一応ショート動画撮ってね、うん、でまあこっちはちょっと写真撮影はね、うん、いいなんかねちょっともうごめんなさい、もう結構ね、うん、疲れちゃってね、ね、まあ、まあまだ9時前だけど、うん、まだ早い、ね、早いけど、そう、じゃあ、ね、3次会だね、2次会、3次会まだあるからね、うん、欲しいか、ぬいぐるみ劇場、はい、はい、おむすびがたった食べたいんだな、はい、じゃあいいよ、おむすびコンビニ買って帰るか、おむすびたった食べさせて、まきちゃんのお家でご飯、そういう、うん、大、はい、いいよ。
ご飯だってお父さんご飯だってご飯ちょうだい、ご飯が食べたくてしょうがないんだな、いや、うん、お父さんご飯ちょうだい、ご飯いっぱいあるから、うん、そう、マキちゃんのお父さんまさかこれだったっていうね、スライムだったスライムだったって、マキちゃんのお父さん医者だけどね、医者だけどこれ医者なんで、医者だ、この先生だ、先生あ、そうだ、先生だ、じゃあ医者だ、医者なんですよ、そう、これがマキちゃんのお父さんだったって、スライム先生だからね、そう、先生だから、うん、スライム先生、スライムですって、はい、じゃあご飯食いたいか、作るか、うん、ご飯ちょうだい、はい、うちんはご飯を食べないと禁断症状が出てしまうそんだけご飯で禁断症状ってやばいでしょそれ意味わかんないけど、うん、これはいい酒だろうね、あ、これいいね、じゃあちょっとこれこっちに、あ、いいですいいです、こう今日配信したこともすごい貴重なことかもしれないっていう、うん、貴重貴重なんですよ、そう、やっぱやることで意義が、意義が、そうそうそう、とね、一応1日目終わりだね、はい、終わりですね、そう、と風呂行くか、うん、風呂行きましょう、でね、その瓶麺になってちょっとまた愛着を、そう、まあ、まだちょっとお酒飲みます、まだね、まだ9時半だよ、これでも、いや、結構いいよ、これでやめる、うん、だね、早いけど、そう、まだそう瓶麺で飲んで、それであと1時間ぐらいで、うん、で、次の日もね、あのコスプレやるんで、そう見てください、はい、見てください、はい、全部ね、コスプレも終わりました、全部、はい、終わりました、全過程が終わりました、うん、終わったね、10時半だね、だからまあ、うん、はい、最終パティーン、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、これがね、イメージキャラクターみたいな、そう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 、感じなんで、なんか、はい、これさ、これさ、スレームのぬいぐるみ、これあんじゃん、この人に美脚があるからさ、キモいよねなんかそういう方いるよ、いるよ、いるよ、そうそうめちゃくちゃなんかさ、こんなぬいぐるみ、この美脚、ここ恋味スライム恋味スライムあれ、ハポワシだけど、ね、ハポワシだけど、そう、うん、昔そんなおったね、おったね、うん、パプワ君、あ、そう、パプワ君だ、そう、パプワ君、そんな感じの、そう、おったおった、あの魚にさ、あ、そうそうそう、あ、そうそう、それだそれだ、それだそれだそれだ、あれ、ハミタツ入ったさ、ハミタツ入った、そうそうそう、それだそれだ、そう、胆のだったから、うん、あの、いたよね、いたいた、そういう、あの、パプワ君に、そう、なんかそんな感じになっております、そうそうそう、動画見るとそう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 、いたよね、いました、そう、なんか、バレるよね、パプワ君って言ってる時点で、あー、そう、年代バレると、バレちゃう、そう、そう、そうなんですよ、うちらね、結構ね、年寄りなんでね、年寄りだよ、そう、はい、じゃあ一応ね、まあ一応これで、まあおしまいだね、はい、おしまいですね、新地名、新地名、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でした、じゃあ、はい、また明日ね、また明日、また明日、はい、またおやすみなさい、おやすみなさい、はい、おはようございます、はい、おはようございます、7月の23日、はい、旅行2日目です、はい、で昨日はね、ちょっとね、ライブやったんだけど、そのライブ終わった後ね、ちょっと飲みすぎたね、飲みすぎちゃった、まあの胸焼けがね、します、はい、ちょっと胸、ね、焼、うん、気持ち悪い、胸焼気持ち悪いね、で、まあ今日この後は一応ね、朝ごはん食べてお風呂行ってで、チェックアウトして、それで、まあちょっとね、まあドラになっちゃうね、今日もコスドラになっちゃうね、それでまあ車から近いところでまあ撮影みたいな感じやって、はい、っていうことで2日目も張り切っていきますか、はい、っていうことでね、一応2日目、はい、でまあもう暑いんで、暑いね、もうちょっとね、ぬいぐるみの撮影をやったら、はい、もうすぐ引き返します、引き返してコスドラ、コスドラです、はい、はい、で本当これ撮ろうと思ったんだけど、うん、スタビはちょっと やらないで、うん、行くんじゃ、ちょっとこっち側行ってみますか、はい、で、うん、ちょっとね、スタビがないから、ちょっと売れるかもしれないけど、うん、まあね、ご了承ください、はい、ご了承ください、すぐ写真撮影しちゃうんで、そうね、ぬいぐるみの、いい会社あったら、もう本当に行ってたもん、そうね、暑いもん、まあでもここは日陰だからね、まだね、うん、ちょっと上がってみる、あ、そうだね、うん、はい、あ、はい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 、どうぞ、はい、なんとね、今ね、写真ね、うん、あ、撮られました。撮られました。まさかの。はい、そう、なんかね、なんか、確かに車、駐車場に行った時に、なんか、お兄ちゃんがね、こっち見てたんで、そう、なんかね、反応してたんで、お兄ちゃんに撮られました。はい、撮られました。ありがとうございます。まあね、はい。うわ、トカゲだ。マジか、トカゲおるよ。うん。トカゲ。
久々に見たよ。あ、そう、そうですよ、うん、あ、一緒に見てて。あ、マジで工場とかいるもん。あ、マジで、うん。そうだね、降りる。またなんか良さげなとこがね。あー、ここにする。いや、ちょっと違う、うん、違うでしょ。あ、なんかこの辺とかあるの。あの芝生、うん、ここにしようか。あ、いいね。じゃあ一応ここね、この場所、はい、こんなとこ、はい、なんか草原みたいな。ここでね、あのぬいぐるみ撮影しましょう。はい、これからぬいぐるみ撮影をします。はい、ぬいぐるみ撮影中です。ね、ぬいぐるみ撮影終わったんで、ちょっと一回車戻って、うん、一回住んでから。そうね。あ、でも確かにこの位置がいいわ。あ、いいでしょ、アジさん的には。そう、本当夏向きだよ。あ、雲と違って、あ、雲の巣か、うん、ちょっと一旦涼んで。一応あのここ、公園なんだけど、一応もう終わりです。今暑くてね、意外に行けるかなと思ったんだけど、うん、いやもう無理俺。まあ、でも天気良かった、良くて良かった、ね。そうね、天気いいけどちょっと暑すぎる。で、一応ぬいぐるみのね、撮影しました。うん、まあ、これが1年間ね、そう、壁紙になる、壁紙になるってね、更新されました。はい、更新、はい。ダムのドライブインってとかあって、なんかそこになんかね、面白そうなね、うん、あの大仏がね、うん、横になってるね、なんかオブジェみたいなのある、あるんで、はい、一応行ってみます。まあ、あと、まあ、ダムなんで景色がいいと思ってる。そうね。貝酒ね。貝酒。貝酒はちょっとさすがにやろうとは思う。いや、もう絶対まだ意味わかんない、本当に。それやったら、まあ、まさしく神聖アルチュー。アルチューだよね。アルチュー。アルチューへようこそ。アルチューへようこそ。いやー、本当に。アルチューファークワーってネタでやってるけどね、うん、決してアルチューではじゃないからね、そんな。今から先飲んだりしないしね。しないよ、そんな。昼間もね、あの、私結構、うん、結構そう。一応その道まで来ました。はい。さっきね、ちょっと GoPro そこにつけたんだけど、ここだと熱くなっちゃうから。そう、熱くなるからね。そう。景色が撮れるんですよ。今もってこいつ仕掛けなくてもいいね。そうね。それでこちょっと軽く伸ばして撮れてもいいし。あ、まあね、それでやろうか。道の駅がありますもんね。あ、メロディーラインがあります。うさぎと亀です。はい、じゃあうさぎと亀をお聞きください。はい、でお金は、あ、これここだ、メロディーライン。この辺やっぱブルーベリーの名産なのかね、うん、結構あちこちにブルーベリー狩りがあるんだよね。あ、ここにもブルーベリーが、そう、なんかあの赤服みたいにあちこちなんかブルーベリーの看板が赤服、赤服、赤服って御水曜どうでしょうね。だね、そう。ダムです。ダム、あ、はいはいはい、ダム怖え。
よね。俺高いところとダメだよ本当に、うん、見てるだけの怖えよ。ダム恐怖症、ダム恐怖症って言ってる割によくダム、ダム行くよね。まもなく目的地周辺です。はい、うん、じゃあ到着。なんか二釈迦様っていうのがね、こっち側におるみたいなんで、せっかくなんでちょっと見に行きます。そう、あ、あれ書いてある、二釈迦様、霊泉って書いてある、ね、一応ね、あのコスプレしながらね観光、そうね、あれだ二釈迦様、大丈夫ないけど、まあシグルだねはい、こんな感じです、はい、撮れてるかしら。あ、ちょっと行こう、せっかくなんだよね。そうね、そりゃ人おらんよこんなとこは、うん、そう、はい、これこんな感じで釈迦様、こんなせっかくだからこっち、あ、そうだね、はい、ね、こんな感じでね、釈迦様がと一緒に撮りました。はい、こちらでよ。はい。お釈迦様。お釈迦様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ日光の行く。はい。今ね、栃木県の日光まで。そう、日光まで来ちゃった。意外にすぐそこだった。そうね。お釈迦様のところかな。そう。今ね、雨がね。雨降ってきました。まあね、通り雨みたいな感じだと思うんで、まあ、ちょっと歩いてみて引き返します。はい、ほんで、そうね、うん、ちょっともうね、外ね、歩きたくないよ、歩きたくないね、もうなんか暑くてね、もう嫌だなって、さあ、まあ、雨降ってきちゃったしね、じゃあ、なんとね、トンネルを抜けたらね、土砂降りでした。そうです、土砂降りでした。もうさすがにこれで外でロケできませんので、うん、ちょっと行きます。あ、行きたい。そうね。いや、もうちょい行く。そうね、もうちょい行って、ちょっとどっかで引き返して、うん、すごいな、これ。あ、でもやんでるよ。やめよ、向こう。あ、本当だ、切れてるね。やめ。うん。はい、でね、一応、ここで、うん、Uターンします。はい。で、まっすぐ行くとね、うん、日光なんですよ。そうそう。ね、世界遺産とか言ってる。あ、そうね。それでさすがにちょっとね、日光まで行っちゃうとさ、今回の旅行のさ、趣旨がちょっと変わってきちゃうんで、そうね、変わって、まあ、日光旅行になっちゃうんで、そうそう、これで引き返します。今、まあ、1時9分なんだけど、もうここからもずっと下道で帰るんで、うん、ね、謎の、あの、いつもね、駅ね、はい、駅、そうそう、ここまでね、はい、帰ります。はい、ここだけちょっとね、ちょっと街になってますよ。そうね、ということで、今回の動画もこれでおしまいになります。はい、まあ、今回は、まあ、さっきまで来ました。まあ、さっきね、はい、2個の方まで行ったんだけどね。はい、よかったと思ったら、高評価、それとチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。それと、コメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それじゃあまた。それじゃあまた。